テレビハランチは2013年9月23日から2015年9月25日まで広島テレビで生放送されていた朝のローカル情報番組である。夕方に放送されているテレビパの兄弟番組であった。メイン MC には共に広島県出身であるフリーアナウンサーを起用。かつてテレビ宣言シリーズのメイン司会を担当した。 元中国放送アナウンサーで、現、フリーアナウンサーの柏村武明と、元フジテレビアナウンサーの山中秀樹を、アシスタントには、西名水穂と糸永直美を起用。木曜日金曜日担当の山中は、東京在住のため、前日に最終の新幹線で広島入りしている。西名が取材で欠席するときには糸永が、糸永が取材で欠席するときには西名が、 担当予備外に代理を務めることがある。MC 気象予報士中継リポーター、リポーター月曜、コーナー火曜、コーナー水曜、コーナー木曜、コーナー秋によう、コーナー女性や家族連れが気になるグルメや人気スポットなどを、おのリポーターがリポートする。初回は11時25分までの拡大版2013年9月26日から2014年3月28日までは、 金担当 MC 就任以前も出張カープ入れ込み魂を不定期に担当していた女優の松原千明と同姓同名であるが別人である自身がこの日のエンディングで発表ありがとうございます